はい、えー、それじゃあ吉良よしこ君。日本共産党の吉良よしこです、えー。私はこの間ブラック企業の問題について取り上げてまいりました。まるで何かの部品か消費財のように労働者を長時間働かせて、その尊厳を踏みにじるブラック企業。 まあ職場での人権侵害というのは、もう絶対に見過ごすわけにはまいりません。そこで今日は、職場でのハラスメントの問題について取り上げたいと思います。まず厚労大臣に伺います。現在、まあ、セクハラ、パワハラ、マタハラなどのさまざまなハラスメントがあらゆる職場で横行している事態が起きていると。これら、職場におけるありとあらゆるハラスメントというのは、すべての職場からなくすべき、絶対にあってはならないという立場でよろしいでしょうか。 はい、加藤大臣あのセ,ク、えー、セクシャルハラスメント、また妊娠、出産等に関するハラスメントなど、ですね職場におけるハラスメント、これは働く方の尊厳、また人格を傷つけるものであり、また職場環境を悪化させる、あってはならないものというふうに認識をしておりますらよし子君、まあ。あってはならないというご答弁でした。けれどもそののあってははなななららいはずのハラスメントがが残念ながら 国の中枢で起きておりました財務省の福田前財務事務次官のゼクハラ問題ですね、まあ、しかも起きただけではなくて、それに対する財務省の対応、または麻生財務大臣のセクハラ罪という罪はないなどの発言が、まあ、被害女性らをさらに傷つけ、セクハラ問題の重大性を理解してないのではないかと、国民からの大きな怒りの声が上がっております。 でこういう中でですね、財務省は5月9日に初めて幹部職員を対象としたセクハラの研修会を行ったといいます。2006年にセクハラ防止対策の措置が義務化されてから12年、人事院規則にもセクハラ防止対策としての研修の実施、盛り込まれているにもかかわらず、この幹部職員の対象の研修が財務省では初めてだった。私、驚きなんですけれども、 ここで人事院に確認したいいと思います、まあ、財務省だけではなくです、ね、その他の省庁、各省庁でセクハラの研修会というのはちゃんと適切に実施されているのか、まあ、誰を対象とし、てどのくらいの頻度で実施されているのかどうか、把握しているのかどうか、その状況をお答えいただきたい。はい人事院田職員福祉局長 お答え申し上げます。えー、人事規則10の10、えー、セクシャルハラスメントの防止等第4条では、えー、各省各庁の務、えー、責務といたしまして、えー、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するためセクシャルハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講じてともにセクシャルハラスメントに起因する問題が生じた場合には必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならないと規定しております。検証に関しましまては、このの規則の第7条で、 各省各庁の庁は、セクシュアルハラスメントの防止等を図るため、職員に対し必要な研修等を実施しなければならないと定めておりまして、同規則では具体的には、各省各庁の庁は新たに職員となった者に対して、セクシュアルハラスメントに関する基本的な事項について理解させるため、および新たに監督者となった職員に対して、セクシュアルハラスメントの防止等に関し、その求められる役割について理解される検証を実施することを規定しております。現在あのこれに基づき ところでございましてあの人事の方におきまして、各省における検証の詳細については把握していないところでございますが、あの今後、この規則に基づきまして、各省で取られている政策の状況について、しっかり把握してまいりたいということでございます平吉子君、なかなか答えられましたけど、把握してないってことなんですよ、これ、大問題だと思うんですね。こんななだからねやはり財務省のような中枢で セクハラ問題が起きてしまうんじゃないのかと。やはり、あの、人事院、その先ほどご紹介された規則の中でもね、人事院が、その各省、各庁の長が、その防止対策、ちゃんとやってるかどうか、指導助言に当たらなければならないとあるわけですから、把握していくと言いましたけど、もう今すぐにでも、ちゃんと把握するべきではないですか、お答えください。郷田局長。 先ほどお答えいたしましたように、各省におきますセクハラ防止対策について、その状況を把握してまいりたいと思いまして、早速に進めてまいりたいと思いますれ端子君。早速にということでしたので、ぜひ進めていただきたいと思います、で問題はですね、あの国、省庁だけではないと、民間企業を含むさまざまな職場においても、いまだにセクハラがなくなっていないわけです。お配りしたたた資料を見ていいだきたいんですけれども この雇用環境均等部への相談件数です、えー、平成27年度、9580件、28年度は7526件、ちなみに28年度というのは算定方法が変わったので、少し減ったように見えているわけですけど単純には比較できないということで、いずれにしても、その措置義務とされて10年以上たっても、セクハラの相談件数というのは、あの一定減ってはいないし、一定数の被害が生まれているということです。しかも この相談件数だけでその被害状況とは測れないというのが現状で、資料2の方をご覧いただきたいんですけれども、この独立行政法人労働政策研究研修機構が行った調査によりますと、この労働局等に相談した方というのは、セクハラを受けた方のうち、たったの0.9%。一方、我慢した特に何もしなかった方は 63.、63.4%にもなる。 多くの被害者は、この問題、言い出すこともできず、泣き寝入りして沈黙せざるを得ないような状況になっているのが現実。これを、私、何とかしなくてはならないと思うわけです。ちなみに、厚労省では、事業者向けのハラスメント対策のパンフ作られていると。その中にも書いてあるんです。ハラスメント対策は、制度を作っただけで完成するものではないと。対策を充実させる努力が必要だと。まあ、そういうこと書いてあるわけですけど、まあ、適切なね、 対応や体制の整備、各職場でちゃんとできているのか、それ、どう把握されているのでしょうか、え平成28年度の実態把握の状況、で実態把握した事業所数、そのうちセクハラについての是正指導件数の状況を端的にお答えください。宮川局長 お答えいたします。平成28年度に、えー、男女雇用金会均等法に基づく報告徴収により、えー、雇用管理の実態把握を行った7257事業所のうち何らかの法違反が確認されたあ ものが 5, 事業所ございましたあセクシャルハラスメント防止措置義務第11条違反に対する男女雇用機会均等法の是正指導の手法として、えー、助言指導等がございますが、その是正指導として、えー、助言した件数は3867257<君>事業所に、えー、の把握、報告をし受けてで、その中で3860件、是正指導した。 決して少なくないし、むしろ多いと。大体、措置義務になってからもう10年以上経っていても、これだけの措置義務違反が出てきている。とてもじゃないけど、措置義務が徹底されているとは言えない状況じゃないかと私は思うんですけれども、こうした適切な対応、体制の整備の徹底、今こそね、本腰入れてやっていくべきではないかと思いますが、厚労大臣、いかがでしょうか。加藤大臣。 あの今お話がありましたように男女雇用機会均等法では事業主に対して職場におけるセクシャルハラスメント防止のため相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備と雇用管理上必要な措置を講ずることを義務付けているわけであります。でこれは実際ど,のどういう状況になっているのかということの調査でありますが常時雇用する労働者が1000人以上規模の企業では まあ、ほぼ100%がセクシャルハラスメント防止のための対策に取り組んでいる、まあはい、失礼しましたで、中小企業では12以上の企業で全て見ると 58.、58.2%にとどまっているということでありますので、まあ、私どもとしては、こうした対策の必要性について、事業主の理解を深め、実行ある対策が講じられるよう、喫緊等法や指針の周知徹底を図っていく、そして実際、対策が講じられてない企業、また適切に対応されてない企業に対しては、報告の聴取、助言、指導、監督、これらの、 ことによってです、ね、男女雇用機会均等法の履行の確保、これにしっかりと取り組んでいきたいと思います吉良君。実行ある対策をと、そのために取り組んでいくというご答弁でした、本当にこれ、徹底的に私、やっていただきたいと思うんです。というのは、この措置義務っていうのは、単純に何か起きたときの相談できる体制を整えるだけじゃなくて、やっぱりセクハラを起こさないための措置だとも思うからです。でセクハラというのは一回起きると 本当に被害者に重大なダメージを与えるわけです。場合によっては、精神疾患を患うこともありますし、まあ、加害者と同じ職場にいるのが辛いなどという状況の中で、休職や退職を余儀なくされる方は少なくないわけです。さらに新しい職場に行こうとしても、その当時のことがフラッシュバックするなどで、同じ被害に遭うんじゃないかという不安で、その職場にも行けないっていう事態もある。一回のセクハラで、人生が壊れてしまう。 そういうい重大問題ですし、また一人の働き手を失ってしまう経済にとっても大きな損失だと言わざるを得ない、だからこそ、救済するのは当然ですし、やっぱ一度たりとも起こしてはならない問題だと言いたいんです、そのためには、ですね、やはりこの措置義務を徹底することだけではなく、セクハラというのは、やってはならないことなんだと、徹底的に周知することが必要だと思います。 だからこそ私、提案したいんですけれども、今こそですね、法律の中にセクハラ行為を禁止すると明示するべきではないでしょうか、大臣、いかがでしょうか。加藤大臣。今お話になりますように、ですね、こうしてあってはならないということを含めて、ですね、こうした事業主に対して。 あるいは労働者に対してです、ね、さまざまな相談していく、あるいは周知を図っていく、まあ、こういったことは当然必要だと思います。その上で、禁止をすべきだというご議論がありました、まあ、あの私どもの,あの労働法の世界ということでお話をさせていただきたいと思いますが、まあ、男女雇用機会均等法はご承知のように、事業主の雇用管理上の責任を明らかにする正確の法律ということでありますから、まあ、同法で職場におけるセクシャルハラスメントを禁止して、この罰則を課すということ。 また、後遺者に刑事罰を科すということはなかなかその性格になじまない、また、労働法制もご承知のように、えー、交渉力の弱い、まあ、労働者を保護するという観点から、契約自由の原則を修正するものでありますので、基本的には法律上の責任はの主体は事業主とされておりますので。 労働者間あ、あるいは顧客など労使間、労使以外の者との間で問題になりうるセクシャルハラスメントを禁止して、後遺者に刑事罰を科すということは、この労働法制の基本的な枠組みと異なるのではないかというふうに思いますし。しまた そうした刑事罰を課すためには、構成要件の明確化ということが必要になります、セクシャルハラスメントに当たる行為が幅広く今、想定をされているわけでありますから、まあ、具体的にどういった行為が刑事罰の対象になるかということに関しては、まあ、十分な議論が必要ではないかというふうに思います平君私、罰則じゃなくてね、禁止事項にするべきじゃないかということを申し上げているつもりです、あのまずはとにかく、ハラスメントはどういうもので、 禁止やってはならないことだと、法律に明記する。そこから始めるべきではないかと、そういうご提案をしているつもりなんですよ。まあ、セクハラ罪なんてないってこと、財務大臣おっしゃるわけですけど、そういうふうにしてね、加害者をかばうような発言ができてしまう、この現状を一歩でも変えるために、せめて禁止事項にするべきじゃないかということなんです。いかがですか、大臣。加藤大臣。 まあいずれにしても、均等法や労働法制の性格についてはも、先ほど申し上げましたんで、同じことを繰り返すつもりはありませんけれども、そうしたこうセクシャルハラスメント、行為を禁止する法律のあり方については、今、先ほど申し上げた法制的な課題、あるいはセクシャルハラスメントの実態、これらを踏まえて、慎重に議論していく必要があるんではないかと思います平野君まあ慎重にと言いましたけどぜひね、議論を始めていただきたいと思うんです。というのは今 6月18日から ILO の年次総会が開かれておりますが、ここでは職場での,のハラスメント、これはセクハラもパワハラも含まれています。またハラも含まれているわけですけど、ハラスメントが議題になっていると。国際基準を作ろうという話になっていると。そういう中で事前の調査の中で、日本は規制のない国っていうところに分類されてしまっているんですよ。セクハラについては禁止規定すらないと。さらに問題はパワハラです。 パワハラについても資料をご覧いただきたいんですけれども、3, 3番目、相談件数というのは右肩上がり、平成27年度で6万6566件、平成28年度で 79, 7万917件と、どんどん増えていると、このパワハラを防止する法律というのは、今、日本にあるのかどうか、端的に大臣、お答えください。加藤大臣。 職場におけるパワ,ーパワーハラスメントそのものに対する法規制はないということであります平君。ないんですよね、だから規制のない国なんかに分類されてしまっている、日本、ハラスメント後進国とも言われてても、仕方がないような状況に今なっているわけですよ。 で今ですね、このパワーハラスメントについては、まあ、検討会が行われて、その報告書があの3月30日にまとまり、まあ、一定の方向性というのが5項ぐらいですけど、示されたという話です、ただ、検討会の中ではです、ね、まあ、ガイドラインで一定の対応措置を明示するということも含まれていると、ガイドラインではね、私、話にならないと思うわけです。 セクハラ防止法だって措置義務になっていても、今、これだけ被害者がまだ出ているということから考えれば、最低でもパワハラについては、あの同等のね、セクハラと同等の措置義務、法律に明記する、そうした法制化が必要だと思いますが、大臣、いかがでしょうか加藤大臣今お話がありましたように、昨年5月から検討会を開催して、この3月30日に報告書が取りまとめられ、まあ、その報告書では、 現状の取り組みよりも職場におけるパワーハラスメント防止対策を前に進めるべきだという意見で一致をしておりますまた現場で労使が対応すべき職場のパワーハラスメントの内容や取り組む事項を明確化するためのものが必要であるということについても議論はなかったものと承知をしそして具体的な対応において 事業主に対する雇用管理上の措置義務を法制化する対応案を中心に検討を進めることが望ましいという意見、これが多くありました、まあ、しかし、他方で、まあ、どのような場合が職場のパワハラの要素を満たすのかの判断が難しい、あるいは実際、中小企業等の場合にはどういうふうに対応したらいいのか、なかなかよくわからないという点があり、まあ、事業主による対応ガイドラインで明示することが望ましいという、今、言いがあった、言われた意見があったというのも事実でありますが。 私ども厚労省としては、今回の検討会の報告書で示された論点について、今後の労働政策審議会の議論に付使していきたいと思っておりますが、そのためにもまずは具体例の収集分析を行い、その上で、労政審の審議に図っていきたいと前に進めるというご答弁でしたので、ぜひともね、最低でも法制化と。 そういう立場で臨んでいただきたいですし、まあ、パワハラでもセクハラでも、またハラでもあらゆるハラスメントを社会からなくしていく、実効性のある体制を作っていただきたいということを強く申し上げまして、私の質問を終わります。